どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレンを書いております。本題に入る前にちょっとご報告があるんですけど、Twitter でも言いましたが、左利きのエレンがシリーズ累計で、250万部を、突破したとのことです。本当に皆さんありがとうございます。まあ、目標をずっと僕200万部ってずっと連載初期から言い続けてたんですけど、まあ200万部っていうのが僕がすごい大好きな、目標にしてたと言ったらおこがましいんですけど、まあ大好きな作品が200万部、だったというので、なんか頭の中に200万部っていうのがずっとあって、まあ嬉しい誤算というか、まあ250万部まで、行くことができました。本当にありがとうございます。なんか今年に入ってからの伸びというか、むしろなんか今月に入ってからの伸びが、140万部のお祝いをしてもらったんですよ。なんかこのブーケをマネージャーさんにもらったのが4月1日だったので、まあ、4月1日で140万部っていうのがよく覚えてるんですけど、まさか110万部増えるとは、まあ、思ってませんね。まあそんな感じで、非常にもう、毎日機嫌よく暮らしてます。で、で本題なんですけど、なんかまあ自分の目標が達成したっていうのももちろんあって、まあ基本的には自分のためなんですけど、自分の趣味なんですけど、まあ自分が描いてる業界、アート業界にちょっとでも、まあ貢献っていうと多分違うんだけど、まあちょっとでも関わりたいなと思って、最近アートをよく買うようにしてます。で、これまでもまあちょくちょく買って、YouTube でご紹介とかしてたんですけど、こういうカウズとかもね、一応まあフィギュアだけど一応アート作品だと思うんですけど、スニーカーを段ボールで作るというアーティストさんのギマさんの作品なんですけど、これ額装してもらいました。まあ微力ながらそのアートを買うことで、まあ関わって応援できたらなと思って最近アートを買うようにしてます。で、今日なんかすごいのが届くんですよ。多分前どっかでチラッと紹介したんですけど、僕が今一番推してる若手アーティストの方がいて、そのヤビクさんっていうアーティストさんなんですけど、ヤビクさん本当に最初いつだっけな、もう僕が漫画家になりたてぐらいの頃に、友達と会う前にその友達がその展示をたまたま通りすがってチラッと見て、めちゃくちゃいいぞっつって、で教えてくれたんですよ。でそんなに言うもんだから見に行ったら本当に良くて、それでその時まあ初個展だし、その当然僕も知らなかったんですけど、すごい気に入って一個作品を買わせていただいたんですよね。でその時は当時まだ多分5万ぐらいだったんですけど、1枚の作品がもう今多分同じサイズでもめちゃくちゃまあ上がってて、ついこの間なんだっけ、もうなんかど忘れしたね、どこだっけ、天王寺アイルだ、天王寺アイルと天王寺アイルに、なんか最近そのギャラリースペースいっぱいあるじゃないですか、あるじゃないですかっつうか、まあアート好きな人は知ってると思うんですけど、なんかそれこそバンクシー展とかやる、まあアートで盛り上がってるんですけど、そこのめちゃくちゃ広い一角で個展をされたんですね。ここもう5年ぐらいでもう急激に注目されて、めちゃくちゃ、まあ、売れっ子になった方です。まあ何が言いたいかというと、初個展の時点で僕はもう目をつけていたよという、ドヤの話なんですけど、やっぱ審美眼があるなと、自分で思いましたね。はい。友達のおすすめで行ったんですけど、まあそうやってね、なんかちょっと優越感に浸れるっていうか、そういう楽しみ方もアートはあると思うんで、自分がいいと思った人がもうボーンって売れたらすごい嬉しいし、まあ作品も価値が出るっていうので、まあ一石二鳥というか、なんかだからすごい楽しいですね。だからあれとに、まあ株と同じだと思います。株も、もう単純にお金儲けのためにやる人もいれば、その会社を応援したいっていう純粋な気持ちでやる人もいるじゃないですか。まあ両方だと思うんですけど、だからアートもなんか、まあそのぶっちゃけそのちょっとね、価値上がるだろうっていうのだけで買う人もやっぱり中にはいらっしゃるんですけど、それがいいか悪いか僕は判断できないんですけど、まあいらっしゃると。
でもやっぱりそのなんか僕はなんかまあその価値が上がるかどうかよりまあ好きかどうかで買いたいなと思ってるんで、まあ今本当にアートが日本でも結構盛り上がってきてると思うんでね、まあ日本ってアートどうしても盛り上がりにくい構造になってるんですよ。ちょっと説明すると長くなるんですけど、アメリカとかでなんでアートがあんなに売れるかっていうと、まあちょっとその税制が違うとかそういう結構仕組みの話であって、なんかまあなかなかその一概に日本人がアート興味ないとは言えないんですよね。その興味あってもなんかちょっとその辺でなかなかまあ、シンプルに家にアートがあるとすごい豊かな気持ちになれると思うので、それこそその若手アーティストとかだったら5万とか3万とかで販売されてる方もいっぱいいらっしゃるので、まあよかったらみんなでアートギャラリーに行こうという、謎のお誘いでした。まあ今日もうすぐ届くんでご紹介します。ヤビクさんの最新作、私が買ったやつを私のお家に設営するという、やつです。で、動画の最後に個人的にめちゃくちゃ嬉しい告知をしますので、そちらもお楽しみにしていてください。じゃあよろしくお願いします。レーザーで、レーザーで水平測ってですね。はい、そんでこちらが、設営完了した図でございます。ヤビクさんの最新作です。この前展示で、見て一目惚れして買いました。めちゃくちゃいいっすね。このこれ1個の作品なんですよね。2枚の絵を組み合わせた1個の作品で、こっちはこうメタリックで鏡面的なあれですね。でこっちはまあファインアートのテクスチャーって感じなんですけど、この組み合わせがめちゃくちゃ渋いなと思って、という感じでですね、ヤビクさんの、アートを買わせていただきました。飾らせていただきました。ありがとうございます。最後に告知なんですけど、こちらの絵を描いてくださったヤビクさんと、AK5 でコラボすることになりました。まあ、グラフィックシリーズですね。まあ、何作るかはちょっと季節とか時期とか見ながらなんですけど、まあ、いわゆるその T シャツにこういうヤビクさんのアートを入れさせてもらって、それをコラボ商品として販売するという、なんかずっとそのアーティストのグラフィックを使いたかったんですよね。 AK5 の方はアントレスと違って、僕がファッションのデザイナーの阿久津さんと2人で二人三脚でやって、まあパターンだとかの人にお願いしてやってるシリーズなんで、グラフィックが作れないんですよ。アントレスはね、グラフィックデザイナーの方がいらっしゃるんで作れるんですけど、だから AK5 の方はなんかグラフィックやるとしてもアートだろうなと思ってて、アーティストと組んでやりたいなと思ってたんですよね。 T シャツ類販売してすごい毎回好評なので、なんか T シャツ類でもう一歩進んだものを売りたいなと思ってて、でまあ最初に浮かんだのがヤビクさんだったので、ダメ元で、交渉して、まあやっぱりね、その一番最初の展示で5万円の時期にアートを買ってくれたっていうのをすごいよく思ってくれてて、なんか最初から応援してくれてるおじさんっていう風に多分思ってくださってるんで、それが開拓していただきました。なのでちょっとね、どういう形でどういう商品でっていうのはまあもう本当こっからなんで、また追って発表したいと思います。シンプルに僕が多分一番欲しい感じの
ものができるんじゃないかなと思って、個人的にもすごく楽しみです。てな感じで、また AK5 とかいろいろ、頑張っていきますので、漫画の方も頑張りますので、よかったらチャンネル登録とかグッドボタンとかやってもらえると嬉しいです。では、お疲れ様でした。